なんだって？ザ・ストロンゲストグランドチャンピオンシップ始まるよ。おはようございます。リコー TV です。本日は12月24日ということでクリスマスなんですけども、トキタボートで開催されているですね、年末のクラシックの大会に参加しております。なんと今日はですね、ゲイリーファミリーの川辺プロ、小森プロ、青木プロとね、すんごい豪華なねメンバーが参加しているっていうことで、なんとかね、そういう感じだったらまあゲイリーワームでなんとか一本ねってね、ゲリワーム釣ったぜってね言いたいですよね。一日頑張ってみたいと思います。っていうことでね、思い出したんですけども、チャンネル登録まだの方いましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは一日頑張ってみます。ほいで、今日の準備はこんな感じ、ベイト3本のスピニング2本ということで、これスピニング2本はですね、ステディオスの 60ULF×2 っていうことで、両方ねレッグワームのダウンショットがリグってあります。この時期地合が来たらね、もうバタバタとで釣っておきたいっていうのがあって、まあ1匹釣れたらねすぐねリグり直す時間とかも惜しんで、次の糸を入れられるように、2本準備の、まあ、3本揃ったらなんかね、ちょっとミノーとか大きめのワームとか追ってみようかな。とりあえずね、釣れるまではまあここら辺は触らずにこっち主体で頑張ってみたいと思います。はいはい、毎度ちょっと準備が遅れておりまして、まあ魚団ね、いつものディーパもうツルツルだ、ほらもうデッキがもうツルツルで凍っちゃって、滑る滑るで、えいてた、で相変わらず準備が遅いんですが、スピニング2本ベイト3本の準備でやっていきたいと思います。亀山湖ね、ちょうどいつぶりかな、久しぶりに来たんですけど、だいぶ濁ってますね。濁ってるんでどうしようって感じなんですけど、なんかね最近60アップがいっぱい釣れたりしてて、なんか景気のいい亀山湖ですけど、しっかりと大好きなレッグワームダウンショットで冬っぽいバスを狙っていきます。朝一のこのもやがかかってるタイミングで、ね、確実に釣っておきたいんで、30センチ以上3匹だからね、25センチとかは結構釣れるような気がしてるんですけど、30センチ3匹ってなると途端に難しくなるからな。かといって一発勝負っていう感じもなんかな。とりあえず確実に今年の締めのバスとか釣っておきたいんで、しっかりとゲイリー山本の釣れ線ワームを入れて、締めのバスを狙ってきますよ。で結構そこべったりっていうより、また中層にも結構秋の名残でバスいそうだから、何回もしっかりとリグ入れ直してバスの目の前をこう今通過していきながら、食わせるのはまあ底付近っていうイメージでやっていこうと思ってます。Thank you.
ラストパスか30はない、はい、冬の定番レッグワームの黒できましたよ。のんきがちょっと短かったかな。でもね、12月のクリスマスにありがたい一匹、イエーイ、レッグワーム。ルーキーパーなのにな、もうなんだよな、あと28センチ、あと2センチ足りない。マジきついな、これ何なんだろうな。まあ、数を重ねて黒でちょっと入れる位置変えて、朝始めてから都合3バイトワンフィッシュぐらいもらえてるから、もしかしたら悪くないかもしれない。
ちゃえよ。レッグワーム連発だけどこれはもう確実にのんき。いやーでもよくね当たるね亀山ダム。ですね、何メートルぐらいだろう、4メーターぐらいのところにねレッグワーム投げてちょこちょこやってるとね、今30分ぐらいで3回ぐらい当たりあってね2匹釣れてるから結構亀山いけてるんじゃないでしょうかね。今年の締めのバス狙うんだったらおすすめかもしれませんの、レッグワーム黒、イエーイ。はいはい、ありがとう、ありがとう。いやーちょっと思いつきで投げる方向を変えたらすぐね当たり出たね。あのサイズがなぁ、いっぱいいるのかなぁ。ちょっといろんな角度でやってみましょう。サイズがまだ元気に口使うってことはやっぱりちょっと秋な感じで、この展開だとちょっと俺は勝てないというかダメかもな。まあでも32、3センチをね着実に混ぜていって、それを3匹揃えて、次の展開に持ってきたいけど、とりあえず当たりの出てる釣りでしっかり釣ってかないとな。3匹目にしてやっとキーパー30ちょいちょい。いやーこれを3匹取ろうねえ。これだから真冬のバッツリやめられないですね。ルアーは3匹連続レッグワームの黒で濁ってるからね、これシルエットはっきりくっきり系が効いてるみたいです。イエイ。ちゃうとなかなか他の色に手出せないよな。
もう冬は本当チャンスタイムが短いから本当に信じられるルアーを集中してねやり込まないとあっという間に日没になっちゃうからね。ちょっと今ようやくキーパーが釣れたのがちびっこ主体の浅い側でなくディーパーによると浅いとこから8メートルぐらいに落ちるちょうどその壁際をうまいこと泳いだ時にドゥン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 ってね当たったからその壁沿いに行ったり来たりしてるたまに餌食っちゃおうかなっていうそういう魚だと思うんですけど餌は食えてないけど気持ちお腹がポッコリしてたからなんか筋張って映るベイトは食えてるやつらなんじゃないかなと。1時間に3バイトぐらいあってでたまに30センチが混じるからちょっともうこの釣りやりきって3匹なんとか30オーバーを揃えてちょっと40オーバーが出る釣りかっていうとあんまり出ない釣りだからなんとかいいタイミングで揃えちゃってなんかね違う展開にな移行したいと。こういう寒い時期の回遊バス狙いだといい群れに当たるとねレッグワームとかライトリグでも40くらいのが混じることもあるからなちょっと大切に当たりが出る筋を探りたいと思います。君か君かはい4匹目はまたまたのんきでもよく釣れるね亀山子ね。うん結構ね当たり多め4匹目チビなんで逃がしてあげて
ルアーはいつものレッグワーム黒。こうね、新鮮なレッグワームに変えるとね、またバイトが戻ったりするから釣れないなと思った時はね、ちょっとリグリ直したりして、じゃあ引き続き狙っていきます。結構微妙な話なんですけど、その同じストレッチでもシーバスじゃないんだけど、当たりの出る方向っていうのがなんとなくあって、今日はこっちからあっちに投げてこっちに引っ張ってくると、ね、今3匹ぐらいはそんな感じかな。普通に例えばドラッキングでこのロードベッド沿いにあっちにチクチクやりながら流していくっていうやり方もあるとは思うんですけど、なんかしらやっぱちょっとした船の影響とかもあるかななんて想像して、自分はなるだけ遠くに投げてこう引っ張ってくる、向こうからこっちへっていうね。たまたま今日はその感じが、当たりが取りやすいんですけど、これがもっと最低水温の真冬になるとね、もっとチク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 ボートでゆっくり引っ張ってドラッキング気味に狙うっていうやり方もあります。ただ今日はなんか朝一に全然違うポイントなんですけど、バイトもらったのがこう投げてちょっと中層スイミング気味の時に、こう中層ふわーっとやってる時にコンコンってきたなっていうイメージがあって、おっ、あ、荷がかりっす。でってことはまだブラックバスの状態が秋の泳ぎ回って餌を探しているじゃないかなと仮定してね、投げてチクチク引っ張ってくるようなそういうアクションの付け方をしてたら、うまいことね釣れてくれております。サイズは小さいけどね、でもまあ大会中だからもちろんでっかいのは釣りたいんだけど、やっぱ真冬の一匹を狙うってなると、そのちょっとした微調整でバイトを出していくってのも重要かなと。あれ、がっつり入っちゃった。がっつり入っちゃった。取れた。そうそうそう。今日は。からあっちに投げて、それで丁寧に引っ張ってくる。いやー、でもなんかやってんのキーパー30なんですよ。29とか8とか25にしてほしいなと思って。ロードベッドのあたり結構映りますか？一応全部釣れてんのここら辺界隈なんで、たまになんか回ってくるみたいなんですけど、なんでこれ逃がさなきゃいけないんだろうと思っちゃうんだ。このルールなんだろうと思って。あ、そうですね、そこら辺の人が一回もこっちで見かけてないんで、東、あっちですかね。いやー、やっちまったなって感じで、移動する時間もないんで最後までここら辺うろうろしてます。
構引きべきだけど、またの大きい。20センチあるなしだね。まあでも、レッグワーム、フォーリング中に当たったから、やっぱり以前中層とかね、冬っていうより秋のレンジにバスがいるのかなっていう感じで。で、スーペリオフックの3番にレクワム黒で、重りはね 2.7g のダウンショットシンカーです。数はねいっぱい釣れてますよ、横引き目。いやありがとう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 。今の30あったな。ああ集中力が落ちてる。ぐらいのスクール。それでは表彰式の方始めたいと思います。まずはじめにですね、今シーズンの頭2月3月に行いました沖田ボートのビッグシュートーナメントの表彰の方を、したいと思います。毎年やっております2月から3月、50アップの、ビッグシュートーナメントやっております。多分来年度もやると思いますので、ぜひ、参加できなかった人は来年また参加してください。で今年のビッグフィッシュは、琴美さん、53.5 センチですね。おめでとうございます。では前に行ってください。期間中に釣った一番大きい50アップの、勝負ですね。ボーテンさんにまたあれ参加あ、ないです。要は自分のテレビの人は全員誰でも参加は、ダボートから出てれば声かけていただければ参加費無料でできますので、ぜひ2月3月会場でかいのを狙ってください。それでは、ザ・ストロンゲスト、グランドチャンピオンシップ表彰の方を始めたいと思います。何かじゃあ、とりあえず表彰台に乗っていただく5位から呼び上げていきたいと思います。第5位 730g 安池さん。嘘、おめでとうございます。続きまして第4位日本で 880g 堤さんペア、おめでとうございます。ちなみに今日2本以上作ったのは堤さんのペアです。
なのでここから先も1本ドキドキですね。第3位 900g 取られました平野さん、おめでとうございます。今日の方へお伺いください。準優勝、準優勝はですね、まあ、アクシデントを乗り越えて999g釣ってこられました馬場さんです。もうまさか格好が全然違う。表彰式のために着替えてきたのでしょうか。2023年のグランドチャンピオンシップ優勝は 1390g 金子さん、おめでとうございます。優勝の盾になります。まずはこの盾の方から、まあ、ありがとうございます。じゃあ、あの写真を撮りますので、ポロって前に行きやすいんで気をつけてください。はい、立ってください。確かに。立てたともうちょっと寄ってもらっていいですか。おはようございます。優勝の、はい、賞でございます。ありがとうございます。実際のウルトリックになります。 あともう一個忘れてた。はい、副賞の日本銀行の賞品です。ありがとうございます。ご利用ください。はい、それではですね、上位5名の皆様にインタビューを青木大輔さんお願いしてよろしいですか。はい、じゃあお願いします。はい、これリザルトです。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、こちらにカメラマンさんがおられるように、私がやっているディ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 チャンネルという、チャンネルがですねやってまして、今年1本ずっと撮れてなくて、あの年内中に撮らなきゃいけないのがありまして、で今回あのゼロ覚悟で突っ込んできました。で、ゼロでした。なので撮れ高がないので、おそらくこれ使わせてもらうと思います。大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、でフィーラー、フィーラー完璧です。いただきました。はい、1位の金子さんでした。おめでとうございます。5位から発表の前にですね、今回あのいろいろ協賛いただきました、ゲイリーさん、リサイルさん、イタゴッチさん、それから横山さん、福山さん、里美さん、渡辺さん、どうも協賛の方ありがとうございました。今回の協賛を代表しまして、芸人の加部さん、ご挨拶の方をお願いしたいと思います。お疲れさんでした。応援をさせていただくのは、皆さんが熱心に、釣りをされているからっていうのが大前提で、このクソ寒い中、みんなよく頑張るなと思ってました。さらにあの落っこっちゃった人もいたんで、皆さん本当に霜とか気をつけてください。あのそれだけがあのスポンサーっていうかな、あのメーカーもそこだけはなんかこう安全第一でやっていただきたいという思いです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、続いて8位、355g 大原さん、6位だったんですね。9位、350g の田中さん、どれでしょう。豆腐のだけですか。ラムでしょう。はい、はい、はい、プリンもありますよ。プリンいいですよ。プリン、あのまた水のことございます。はい、そういう袋でいいです。はい、はい、はい、670g ですか。そうですね、鈴木さん10番で 130g なんですけど、130g ありえないと思うんで、これ、打ち間違いかも。あ、じゃあ、ちょっとあれか。すいません、じゃあ、鈴木さん、商品を2つ選んでください。いいですよ、多分7位、6位ですね。多分そうだと思います。どうでしょう。はい、で、以下は、全員のフィッシュになります。
なので、どうしましょうね。これあ、持っていくぞ、早く持ってください。何、いつまでもここにいないでください。それではですね、一旦はじゃんけんでいきましょうか。寒いんで、ちょっといっちゃいますね。なんか青木くんが一番物をくれた感が残ってしまいません、俺。だって俺たち何も出してない。まあ、出したけどね。まあまあ、ババちゃんが参加者ありますサウナくっちゃったんで、この番手が入ってたらババちゃんにあげようと思ったんですけど、この番手入ってなかったんで抽選に出します。ブルートレックの67の ML っていう、まあ、ベイトレネスのロットなんですけど、中身は、まあ、売ってるものと一緒なんですが、ちょっとプロットのやつで短いです。はい、グリップがちょっと短くなってるんで、まあ、僕はこっちの方が好きなんですけど、はい、これを1名の方に使いましょう。はい、行きたいと思います。じゃんけんでいきます。最初はグー、じゃんけんぽい、チョッキーの方です。はい、ありがとうございます。あ、2人だ。じゃあ2人でやってみます。負けた方にはこのゲイリーのキャップルアーを。じゃあ2人でいきます。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。ちょっと待って、あなたコンクルージョンのスタッフでしょ。もう一回いや、なんでしょ。はい、最後まで言わなかったけど俺も出てる。すごい喜んでるけどさ、実際の差を使うつもりでいたのに。とんでもないことが起こるとかですね。来年も Be Alive。 海賊の方に俺はなるってならないでしょ。ザ・ストロンゲスト、グランドチャンピオンシップ2023終了いたしました。小森さん、はい、最近ガイドでも出られてると思うんですけども、はい、今日結構難しい亀山だった印象なんですけど、はい、小森さんのこんな感じってのを教えていただけたら。うん、濁りがやっぱ取れてないので、バスが比較的また今年浅いんですよ。あと水温が12月のもクリスマスになってるのにまだ13度、14度あるので、まだバスがディープに落ちきってないんですが、まあ、ここ2日でようやくちょっとディープに魚が向かい出したんじゃないかなと思っています。それがまあプレッシャーっていうのも相まって、ちょっと急激にこの土日で変わった感があって、実は金曜日のガイドはねものすごい擦れてたんですよ。あ、俺それSNS で気になって、はい、2桁超かなんかが出ているっていうのがあって、はい、そうですね。まあ、ただ大会もあるんでどことは、まあ、もちろん聞かなかったんですけども、はい、ヒントとか、あ、もう言っちゃっていいですよ。今年僕もうガイド入ってないんで、はい、全部言っちゃいますと、まあ、やっぱり本湖の三崎周りの水深3メーターまで、3メーターまで、まで、はいはい、それから頼朝ボートの前にあるバンドの入り口のロードベッドであったりとか、はい、そのまあ左右のちょっと浅いところとか、とにかく3メーターまでを、まあ、本湖西側の3メーターまでをやってると比較的イージーに釣れてましたね。ちなみにルアーは、ルアーは、まあ、ダウンショットで止めて食わせるんですけども、はい、ちょっと誘って止めておくとコンって持っていくんですよ。であとは河川高いやつはそれより浅いレンジでシャットかミノ、まあ、1.3 ぐらい潜るシャットで上をパーッとハイピッチで巻いてやったらリアクションで食ってきたりする時もあるし、まあ、あるいはたまにボイルするので、そういった時はボイルに向かって投げれば、まあ、ビッグベイトでも食ってくるっていう感じで、まあ、実際自分はビッグベイトでは釣ってないんですけども、シャットとあとダウンショットでもでかいのがやっぱ混じってたので、まあ、3日やれば1匹ぐらい50近いのがかかるっていう感じでかなり釣れていましたね。いや、頼朝ロードベッド今日自分ずっとタコ粘りしてたんですけど、はい、確かにすんげえ当たりの数で、はい、ありますよね。でもうキーパーが取れなくて、はい、そんな時に小森さんだったら、はい、あれキーパー行かないやって時に、はい、ルアーの味変とかってされたり、基本今キーパーが混じらないのは多分その運に近いと思います。結構な確率でちっちゃいもうこれぐらいの魚からキーパーまで混じるんですよ。でもちょっとやっぱこうやって季節が一瞬進んで魚がちょっと落ち始めたなっていう傾向が出るとそこはのんきしか残ってないので、そういった時はレンジをちょっと下げてやる。レンジを下げる、はい、はい、でかい魚の方が先動いてるんでちょっとその冷え込んだから食わないなと思ったら下げてやる。今日みたいに寒いなっていう時に昨日までキーパー釣れたのに今日のんきばっかりだなと思ったらキーパーは動いたと思ってください。
あ、じゃあ例えば3メートルがそういう状況だとしたら、はい、4、5、6を見に行ってみるみたいな。そうです、まあ、6まではいかなくていいんですよ、4とか5とかにちょっと下げてやって、で今もみんな魚探がねかなりいい魚探つけてるんで、はい、そこに沈んでるオーダーとか木は見えてしまうので、うん、まあ、そういうオーダーとか木じゃなくてブラインドになるようなもの、えぐれであったりとかブレイクであったりとか、そういったみんなが簡単に見逃すようなものの影についていることがあるので、はい、そういったところを丁寧にやっていくといいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます、はい、ちなみに2024の頭からすごいトーナメントの発表がされてましたけども、はい、これ告知しちゃって大丈夫ですか？大丈夫ですよ、2024年2月25日に、もう3年ぶりになります、4年ぶりなのかな、小森カップ、亀山に帰ってきます。ちょっとレギュレーションのとか、まあ、細かいことはこれから詰めていくところなんですけども、皆さんの参加をお待ちしておりますので、ぜひ、寒い亀山ダムをみんなで温めましょう。ありがとうございます、はい。